正直最初は掛け合いは嫌でした。成績も悪いし内心も悪いから、ガンじゃなくてあの3人はもうダメだって思われてると思います。亀山先生はなんで演劇を始めようと思ったんですか？そこで見える景色っていうのはちょっと日常と違う。役者なんか演じてみたいというか、顔も見えるし動きもやりやすいから、コッパみじんに橋桁を跳ね飛ばしていった。あるかなって一生懸命がいるんじゃない。みんなで見に来てよっていうことが言いづらい世の中は想像してなかったので、満席だったらリアクションが来てる。いや、もっとあると思う。消えようとしたとき、メロスは疾風のごとく形状に突入した。日本国に行く。やばい、あれはチートだ。思いっきりやる。やってみたいと思ってたんですけど、これしかチャンスがないのかなと思って、やってみたらすごく楽しくて、